どうも、愛知です、えー。今週はカット編集なしの回なんですが、まあ、夏休み後半、あ、でも北の地域の方は今週から学校の方もいるかもしれないんですけど、まあ、夏休み後半に近づいた方も多いかと思いますので、ラストスパート頑張っていこうねっていう話をしたいだけです。<laughs> いや本当にね、ここまで多分いっぱい動画見てくださった方多いかと思いますので、もうここまで頑張れたみんなだったら大丈夫。 大丈夫なの。だから、最後、油断せずに、で、こう、無理にペースを上げていく必要はないです。今までやってきたペースを大事にして、あと10日ぐらい、ぜひ駆け抜けてください。もう、とにかく、みんななら大丈夫だよって、うん、それが伝えたかったので、以上でございます。で、えー、サムネイルに多分なってるかと思うんですが、今、この画角、ちょっと違和感を持ってる方もいるかもしれません。そうやって違和感を感じたあなたは、ありがとう。<laughs> いつも見てくれてるね。何かっていうと、はい、この子。 コダック私はですねポケモンが好きなんですけどポケモンの中で一番大好きなのがこのコダックでいつも多分画面の左下右下なのかなみんなはこの子がねいつもつあちょっとごめんな、ね、飛んじゃってるけど写ってた、ね、と思うんですけどもこれねマネージャーさんからま頂い,いたものなんですがこのたびですね新しいでこの子も大事にするよこの子も大事なんだけどよいしょ 見て <laughs> ちょっと色飛んじゃってるけどはいあのポケモンから公式さんがね発売したポケモンあコダクの等身大のコダクのぬいぐるみをですね以前半年ぐらい前に受注生産が始まって速攻で申し込んで届きましたむっちゃ可愛い <laughs> なので、えっと、この子が今度からねここにドーンってちょっとコダックこんなこれ倒れやすいからねそうこの子はここにあちょっとなんかよくない <laughs> こんな感じ はい、あの守り神のようにいてくれるので、これから動画でね。映るかと思いますので、この子もよろしくお願いします。そうなの、もうちょっとで40歳になるんですけど、ちょっとね。こういう。 お仕活もしてますんで、すいません。<laughs> 人生楽しんでおります。はい、ということでね、まあ、こちらのコダックの紹介もさせていただいたので、今回の動画は以上となります。まあ、しつこく、あの、繰り返しになってしまうんですが、えー、みんななら大丈夫です。で、来週の動画で、えっ、ー、と、夏休み、まあ、あと、夏休み明けか、のポイント、まあ、最終週と夏休み明けのポイントを喋らせてもらって、で、ちょっと先にごいろいろ告知になっちゃうんだけど、その翌週、 は9月2日になるんですけどその週だけ月曜ではなくて日曜日に投稿させてもらいますちょっと理由はまあ、あのなんとなく察する方もいるかと思うんですがちょっとそこでみんなに伝えたい思いというかメッセージがあるのでまあ、その週だけ月曜ではなくて日曜になるんですがまあ来週はねまた月曜日に投稿していきますのでよかったらそちらも見てみてくださいでは今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございましたまた来週元気にお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ 干冒的都。